2日目以降はもうゲームもうしちゃっ間てもなからくもうゲームス30タート分以で上しちす。ゃってから身もう分をまあ確認言わしせててもくだらうけさい。ど。4番みたいになりかねないから、だって文句しか出ないし夜が来もました。目を閉じてう。で、くだ大さ体い。釣られても僕の話聞かないでしょ。怪しいと思って釣ってるわけだから。だからまあもう時短してっていう、なんか、暴言防止ですね。暴言防止。4番みたいになったらダメだからね。っていうか、それより、多分ね、怒りの感情しか多分100%出ないから。初日村で釣られて喜んで、あ、釣られてありがとうございますなんて言葉絶対出ないから、釣ってくれてありがとうございますなんて言葉出るわけないから、多分文句しか出ないから。あと、遺言多分言っても怪しいと思った人を釣ってるから、あんまり僕もそうだけど、あんまり聞かないんですよ、多分。まあ、色結果で見てもらうしかないのかなと思ってますよね。難しいけどね、これは。いや朝が来ました。難しいですよね、ゲームを。本当に難しいです。昨夜は誰も占死にいま師せのんで時しはた。回線がおかしかったんで、本当聞こえなくて、本当に聞こえなくて。4番のプレイヤーは発言してはくい、ださ頑張りい。ます。霊媒師です。まあ、ちょっと立ち位置悪いんで、乱指定とか一本指定とかほぼできないと思うので、騎士の人には、まあ、3使用、占い3使用の3一番面以外は基本的に出てほしいと思ってる。少なくとも俺より後続に騎士がいるので、まあ、その人に進行を委ねたいかなと思っていて、この位置で、なので、普段は結構思考を隠したりするんですが、まあ、意見は言っていこうかなと思ってます。なので、まあ、それも推理材料の糧として、まあ、発言していってください。で、まあ、3、1番目とか2、1番目とかいろいろあるじゃないですか。下手したら僕の対抗出るとか。まあ、その時の処刑対象に対しての、発言を重きを置いてほしい。ただ、霊媒、俺の対抗出た時とかは、まあ、そこまで入れんでもいいけど、まあ、一応対抗から釣ってほしい。対抗が何色かを、まあ、村に落とすが俺の仕事だと思ってるから、まあ、よろしくお願いします。はい。まあ、頑張って買っていきましょう。5番のプレイヤーは発言し発てく言だしてさくい。ださい。まあ、4番に関しては、この位置で、なんだっけ、まあ、ランテージとかもできなくて無理だと。だとしたら、わざわざ1周目に出てきて、なんか弱いとかって発言せずに出なきゃよかったんじゃない？せめて2使用を狙えっていうのと、自分より後の騎士が進行を取ってほしいとかって言いますけど、僕が騎士だったら何も意味ないっすよね。って思いました。まあ、時間ないんで、2周目話します。頑張ります。6番のプレイヤーは発言して発く言だしてさくい。ださい。まあ、出方云々の考え方は5番よりだけど、ただ5番が俺が騎士だったら意味ないじゃんっていう、そういうやつだけはあんまり意味ないかなと思ったかな。多分俺も4の1で自分が霊能を持ってたらランテージも上げないし、占い精査もしないのね。っていうのはそれを利用されて、なんだろう、多くから利用されるんだよ。で、結局4番残るから、多分4番自体はそれが言いたかったんだと思うけど。4番は俺あんまり対抗が出たら対抗から釣ってくださいっていうのがなんか対抗出てくるんじゃねえかなって思っちゃうから、そういうところで4番の変だなって思ったのはね。だから5番が俺が騎士だったらどうすんだっていうやつだけはいらなかったから。7番のプレイヤーは発6言番してさくん、だ一応良さかっい。たっすね。4番さんの、対抗が出るんじゃないかっていう嫌悪感を示してるんであれば、4番さんが潜伏して、2周目出ればいいだけの話なんで、そうなった時に4番さんがグレースケールを強くしっかり上げて、村に信用されるグレースケールをしっかりと上げることで、4番さんの真の軍配が上がって、対抗側からされるんじゃないかなと思ったんで、6番さんの5番さん、4番さんに対する指摘も良かったと思います。まあ、5番さんに関しては、まあ、だら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 なんか話してるなって感じでね。もうちょっとね、なんかピシッとなんか決まったような、なんか進行論はないのかなと思いました。
まあ、4番さんの、ね、意見は分かりますけどね、ただその棋士さんが、ね、出るか出ないかって、その棋士 の、ね、あの考え方によるんだ、その人の。うん、だからそれ分からないね。はい、以上、2周目またご卒します。8番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。いや、4、死んだと思いますよ。はい、俺は死んだと思います。そもそもが5番さんの、まあ、出方の考え方は違いかもしれないけど、まあ、不当ですよ。その1で一周聞いただけで精査できないから多分出てきて、自分の精査いらないよって感じなんで、俺が霊能でも出るんですよね、初手でも、ね、だから4は死んだと思います。俺言ってること不当で、別違う話すればいいじゃんと思いました、ね、小川さんが1番手と思って発言すればもっと、まあ、違う話できたかなと思いますぐらいかな。だから7番さんがいいのか悪いのかって、そのね、5、6に対してね、あやふや、良かったり悪かったりみたいな、どっちつかずかなって7番さんには思いましたね。9番のプレイヤーは発言してください。お願いします。8番さん、盛大に考察は外れてるんですけど、あのいいなと思ってて、自分が真の霊能です。霊能ね。で、4番に関しては、あの人狼と超人の線、どっちもあり得るですけど、全体的にこうしたらいいじゃんっていう発言多かったけど、4番人外なんだけど、4番の一発目の会話って別落ち度がない、人外だけど落ち度はないから、5番、6番、7番、8番で聞いたとき、6番をちゃんと評価できてる7番もいいなと思ってるし、4番が人狼黒結果、色が黒だった場合は、8番も弾けそうだなと思いました。5番の4番の絡み方は違和感をちょっと感じてるんで、そこは6番が5番にその当てがけ意味ないよって表現してるのもいいなと思いました。釣り切りでも構いませんが、4番からって言ったらだいぶ色が分かる。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。自分が霊能ですね。なんか2人出てるけど、多分予想は4番がスライドするかなと思ってますね。4番スライドの旧狂人が濃いかなと思ってます。もしなんか4番ってなんか対抗つってってすげえわざとらしく言ってたなっていう印象があったので、まあ、スライドしないとしたら、まあ、どっちかといったら4強人9狼かなって感じですね。正味5、6、7、8は、8の印象はちょっと良かったかな。7死んでみたのはミスってるけど、色落と7の色落とそうとしたのが良かったですね。2番のプレイヤーは発言してください。ね、対抗が出てるわけですから。スライドなんて弱い言葉を使うのはね、一番さ、あなたは人外でいいじゃないですか、うん、ね、対抗が出てるわけですから、それすなわち認めてあげないとね。対戦相手だからね、同じ役職を持ってて対戦相手はまるで自分の敵じゃないようなね、考察を含めるのは、それは信念が曲がってるんじゃないでしょうか。はい。だから一番さん、あなたはもう人外でいいじゃないですか。うん。いいんだよ。ね。戦う気がないんだったらもう一番人外でいいんだよ。3番のプレイヤーは発言してください。うん。だから9からしたらいいんじゃない？だって釣り飲んでっから。うん。1って3、4、4名に出てるから、一旦保留したら。するとしても9か4だけど、順番9っていう一応の審議の方がいいんじゃない？2番が村で言ってるかもしれないからね。ローで釣るっていう盤面審議の1釣りたいじゃなくて、一応、1がスライド派かもしれないけど、一応半分ぐらいは、あれも、この話も一応4に言ってる話は、一応5番の中では正しいっちゃ正しいんだけど、なんか6、7た叩いてんのかな。後半1じゃない場合もあるよっていう。うん。この中で正しいかもよ、この精査は。
4の白だった場合は8のすり寄りとかも追わなきゃいけないけどね。本気で4を村だと思ってる人かもしんないけど。はい。まあ、芯が白って言ったら白だろうし、黒って言ったら黒なんでしょ？はい、以上です。はい。4番のプレイヤーは発言してください。普通に本物なんですけど、7番さんが人狼かなと僕思ってます。6番と5番の差入りそんなにつかないはずで、7番がなんか6番がめっちゃ良かったで、5番に対しての俺夢見てんのこれ、6と7の発言聞いてなかったわ。6番なら占い師、6番と5番そんなに6の話と7の話俺聞いてんだ。6番が5番に指示したのは狩人の話がいらなかったぐらいだと思っていて、ここにしか5番と6番の差なんてつかないし、それって5番と6番の立ち位置の問題でもあるし、別に5番が俺に言ったことって理解はできる。ただ、なんか俺、下振れが嫌いなんで、俺が一角、俺普通深夜から一角する可能性あるんですよ。その時に俺への精査ってめちゃくちゃ無駄やから。現にこの俺への精査で結構ぐるぐる回っていったでしょ。めちゃくちゃ無駄なんよ。だから、そんな精査度外視して俺が出た方が俺はメリットあると思う。ただこれは宗教戦争だから、もうこんなことで殴りは入れない。俺のこと偽とかどうでもいいから。現状、霊媒さんしようないでしょ。占いは絶対出た方がいいよ。1、3番目がかなりなる確率が高いから。で、7番さんが怪しいと思ったのがもう一回言うが、6番と5番ってそんなに差異あったか？そんなに差異ありました？ないと思うけどね。だから、7番が6番と5番に対しての差異の付け方が違和感でし、かなり違和感があるから、7番さんがめちゃくちゃ怪しい。はい、そんな感じ。まあ、出方だけで言ったら、1番が芯取りに来た人狼の可能性が大いにある。かな。他はそんなに気になったところはない。3番さんに8番のすり寄りの懸念って言われたが、まあ、あるけど、現状それで俺が8番のことを疑う必要がない。かな。はい、そんな感じで。まあ、1番から釣れんねえと9番から釣ってください。僕が本物なんで。はい、以上。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、占い師がいない村ということで、とりあえず491から行くんですけど、まあ7番は確かに5、6の差つくかとは思いますけど、それよりも8番がよく4番芯に見えたなって思うんですけど、俺の言ったことが不当ですか？マジで一角したら弱いと思っているんだったら潜伏すべきでしかないと思うし、わざわざこの位置で一角しても何も進行取れないから騎士出てきてくれなんて言って、わざわざ人外が出てくると思わないのでね。だって4番一角させたら騎士出てきてくれるんだよ、じゃない？何も不当だと思ってないので、8番がなんか何をもって不当と言ってるんですかねって僕は思ってるんですけど、で普通になんか、マジで俺出方めっちゃ見ちゃうんですけど、1番がわざわざ人外で出てくんのって思っちゃうので、2番が1人外1人外っつってんのもようわからんなってねえ。だってまあ、100歩譲って1周目出てきたのはよしとしましょう。騎士出す必要なくない？占い師にランテージさせればいい。1本ずつ提示させればいいじゃん。2枚出てくるとしても。ね、わざわざ騎士出させて進行取れなんて言う必要ないと思うんで。4番からいきます。6番のプレイヤーは発言してください。なんかわかんない。8番が 4番の叩き、あ、5番の叩きっていうのよくわかんない。叩きなのかよくわかんないけど、いや違う、俺らが言ってる。これなんだよ、どうでもいいけどよ。5番が騎士だったら4番に対して、俺が騎士だって5番が俺が騎士だったら意味ないじゃんっていう、それを叩きはいらないんじゃない？ゲーム壊れそう。それだけで4番の心霊能が何を思うのかなって思ったから。出方的に1が偽だと思うんだけどな。三四目で。本当にこれ霊能にいないよね。一番ってって思っちゃうのは俺の。あれかな。頭痛いんだけど。4級のどっちかの、強靭なり、じゃあ一番が強靭だったらどっちかに、あのご神様にスライドしろって言ったとか。俺知らないからね、もうこれ。だったら絶対出ないんだけど。だ4級をそれこそ逃がさないために出なくて、で、それで後で3、4目で一番が出てくるとめちゃめちゃ心高いんだけど、5番とは思考が合わねえかな。それで4ずりになるんだって思って聞いてたから。だったら91の発言も聞いてやればって思った。
結局5番で4番に結局太の殴りを入れてんだよね。だなんで霊能いないの？あ、霊能じゃ占いか。俺それか1番が占いで出てくるんだったら早めに言ってほしい。俺だったら100出ないんだよね。4級が霊能で対抗で出てる段階か、別に4級段かけときゃいいから。何を持って出てきたのかよくわからん。はい。7番のプレイヤーは発言してください。占い師が出てない時点でさ、なんかもうやばい感じしかしないんだけど。まあ、7番は6番5番について一瞬目タイムイートでね、まあ虚偽の発言まではいかないけど、5番の話はもう2周目で置いといていいなと思ってて、なんか5番6番ともに4番に視点を着目点を置いて、ずっと7番からもうさ、もう俺頭いてよ、もうずっと4番に向けて視点を集中させた後、考察をしていくと2周目の色が落ちるんで、普通にゲームしていくんだよ、こんな。多分負けるぐらいなんだろうね、もうこれ。5番さんはピンとこないです。6番さん良かったですよって発言をちゃんと聞いてないのかな、8番さんと思いました。ちゃんと発言聞けてるか聞いてないか、聞けてないか俺1周目試してるだけだから、そもそも。いや、占い師出ないよこれ、やばくないこれ。もうなんかさ、もう分かるんだけどさ、5番6番8番とかはさ、あとまあ3番さんもそうだけどさ、まあ、こういうさタイプのさ、占いの出方しないって分かるから、2番さんぐらいしか占い師がいないなって分かっちゃうんですけどね。2番さんがもう決めればいいんじゃないですか。それから9番1番スライドするんですか。うん、5番さんが、まあ、グレーで引っかかってて、2周目の発言聞いたときに、5視点7番が潜伏進行すれば4番に対して良かったんじゃないかっていう発言を4番、7番から4番にかけて投げかけてるんだから、5視点はじゃあ7番と視点共有したときに7番と思考が合うはずなんですよね。はい。うん。その真逆を取ってるのが8番さんだから、じゃあ5番さん視点、半理視点で、視点半理したときに5番が8番と視点が合わないっていう考察が5番と5視点から出なきゃおかしいですよね。2番さん占いですよね、やっぱり。はい、以上。8番のプレイヤーは発言してください。9番しろ。あ、お願いします。まあ、俺4が死んだと思ってるんで、1番さんからじゃあ行きますね。今の発言聞いても5番さんが4から行くっていうのが、まあちょっと理解俺はできませんね。はい。で、そうっすね、あんま言うことないっすかね。言うことはないっす。気になってるのはやっぱ5番さんだけかなって。狩り出てなんすかね、なんちゅったっけ。いや、人狼ってか人外だけじゃないでしょ、借りてて嬉しい。村視点も結構スッキリするからよくね。だから進行一番手でね、この日取れないから、彼さん出てきて進行してください。いや、素晴らしいと思いますけどね。変に潜伏するより。って思ってます。はい。ちょっと7番さんの発言は、まあまあ、あんま聞いてなかった分もあるかもしれないですけど、すいません、あんまり耳に入ってこませんでした。もうごめんなさいね。でも俺は、ね、やっぱ4が死んだと思うんですよね、普通に。それは俺の経験則からの話がほぼなんで、ね、合ってるかどうか正直わかんないですよ。でも俺は4が死んだと貫いてやろうかなと思ってます。はい。一番さん取ります。9番のプレイヤーは発言してください。いや、お願いします。34老老1狂人か、48老老1狂人かなと思ってます。4番が人狼の時の8番はないかなと思ってたんですけど、5番、6番、7番、8番を1周目聞いた時に、6番、7番、8番はともに印象がいい部分があったけど、明らかに7番と8番は失速したなって。で、5番も発言自体は白い要素ってないんだけど、少なくとも4番に行くって意思を見せたのはいいかなって。3番を上げてる理由はね、3番が、あ、これは絶対急釣りってなった理由が、1番に関しては、3人目に出たからステイしたいって、そこに関しては多分人外でも村でも出る発言なんだけど、
4番と9番の優劣がなんで明確に3番って4番じゃなく9番になったのかが理由がなかったよね。で、4番は人外だけど、発言を聞いたときに落ち度はないよ、別に。太鼓が出たら太鼓から釣ってくださいっていうのは当たり前の感情なんで、4番の人外に落ち度はないけど、4番ってトップバッターで、で9番の発言聞いて、9番に何か人外要素を見出した3番の発言で、あ、その視点だったら分かるっていう点が一切なく、9番が偽って言い切ると3番が人外に見えてました。だから、カングレの、あの7番とかも占い師を探すんじゃなくて、そういう3番の発言とかって探せばいいし、あの極論占い師が出なかった場合は、次の日ロケットで占い師をしてくださいってなって、出なかったら噛まれてるってだけなんですよね。あの全人外露出になるんで、まずそういうことができないと思うんで、だから2番しかないよ、2番しかないよ、2番から出てきて7番さんって何か視点更新あったのかなって。8番も話聞いて。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。4浪9強です。4浪9強。まあ4番が初手の位置で、まあよう出たなって感じですね。で、3番が盤面考察で1番を外す意味があんまりないと思ってるんで、3、4の場合には。なんか2番が謎に1番になんかプレッシャーかけてたと思うんで。で、3、4ラインないと思ってます。で、5番は、あの時点で4釣り。まあ、ライン切ってる可能性は多少あるけど、まあ、可能性低いと思ってます。で、7番は白いと思ってますね。で、正直、占いを無理やりにでもこじり出した方が、グレーの考察するし、ましてや、こんな感じで結局、まあ、俺死んだから、急遽4ローって見えるようになったから、メリットしかないんですよね。7番が4と繋がってる時にわざわざ別に噛めばいいだけだから2番正直大体みんな2番だと思ってたと思うんだけど潜伏すんなら2番あたりかなってでまあ狩りが気づいてるかどうか知らんけど取りまかんどきゃいいから、まあ、それをしない7番は白いかなと思ってますね。で8番は結局なんかコネコネ言ってたけど結局4番釣りたくないだけって感じがして、まあ、8番が濃いかなと思ってます。8番時点で6って感じですね。まあ、2番さんはなんか、なんだろう。まあ、プレッシャー来たけど、まあ、視点更新あると思うんで、まあ、4から釣ってください。2番のプレイヤーは発言してください。9番が例の使用してたんですね、1周目。聞き逃してましたよ。さあ、カリドさんはね、あの僕の占い師が外れないといけないから出なきゃね。出ないと自分だけゲーム楽しもうなんてね、もう本当にずるいよね。うん。そうだよね。七番さんがカリじゃなきゃダメだよね。だから今日の占い師は1の4どっちかなんだけど。1、4択でラン択かけて、で、1、4どちらか占いたいと思います。3番のプレイヤーは発言してください。あ、9番は人外なんですよ。9番の中で4端ボローとかおったりするんですよ。不思議なんですよ。あなた視点普通4番強人に見えんじゃない？なんでいきなりその位置で4がローに見えてる精査してんの、この人。なら9番の芯は切れるから。うん。1と4裏なの？うん、だから4、6釣り。5と8は面白いじゃん。残しとけばいいじゃん。うん、6番だけまともなこと言ってて、6、4かもしんないから6番の色見ましょうよ。で、1、4の色見すれば答え出るんだから、9番は人外。いいんじゃない？ 9 番は4番の強人を追う視点がなかった。ありえない。なぜ4、8のローとかね、ローセサーに入ってんだろうね。普通そこの視点だったらさ、4番が強人に見えない。なんでいきなり4番がローに見える人いるんだろうね。俺、奇跡だと思うよ。だから1か4に芯がいる。今日6釣りしよう。2番が一応のラインでしょ。6釣り以上。投票を始めてください。あれほらじゃないべ。1番のプレイヤーが選ばれました。
1番のプレイヤーは発言してください。3576投票、自分が死んだったら行けよまずよ、なんで行かねえんだよまずよ、自分が死んだったら行けよまずよ、なんでこれで行けねえやついんだよまずよ、監視用でグレーつんのか、知らねえよもう、普通に4釣ってくれるもんだ、自分が6から釣りをされてんだから6釣ればいいだろうよ、そんな2番全部取ってくんの、なんでこういう人がいいんだろうね、もうまああげればいいと思うよ、もうふざけてる人ってもう、まあ、投票的にどうだろうね、まあ8かな、普通に8かな、これでも8って言ってんの、6と8に釣りをされて、目を閉じてください、2番がまともじゃないことやってんだから占えばいいじゃん、 6番でも8番でも5番でも占えばいいじゃん、いやもうこの人がもうあれだったらもう負ければいいと思うよ、もう死んだったらどこにも死んがいないよ、色見ればいいじゃん、新目勝負で勝てばいいでしょ、俺知らないよ、6がどうか知らないよ、一応6の色味したらっていう意味で音弾って変わった発言してっから、そこで組み合わせで考えられるけど、6番はなんか1番を釣りたい人だから6、4だったらめんどくさいしってだけの話、8、4でこんな露骨なことする、だから8、1はないんでしょ、もう強烈なほどに、5番だったら1か4にあるかもしんないけどとか、なんとなく推測はいくから、6番とかが一番あの邪魔だから、白だろうが黒だろうが、朝が来ました、もうなんで1か4言ってんのこの村、昨夜は誰も死にませんでした、俺もう呆れてるよ、もう普通に考えてもうダメすぎるよ、もうのプレイヤーは発言してください、ジャガスティック4番、どこ占ってんだよマジでよ、9番狂人です、はい9番狂人です、2番森、ありがとうございます。9番偽物だから、4番新進行で、今日は9釣り。今日9釣り。明日でもいいよ。明日9釣りでもいいよ。今日黒を3、5、6、8の中から1枚詰めるっていう手段が取れるから。維持しろじゃないんだよ。ああね、9番さん、1白じゃないんだよ。うん。裏だったから、4番白だったからさ、1白じゃないんだよ。うん。君は白だけどさ、偽物のまがまがしい。4白？まあ、要するに、何考えてんだよ。なるので、とりあえず、そうだな、8番3番の卓で行こう、今日は。8番3番の卓。俺、明日噛まれるから。で、明日のお昼はね、9番さん釣られる。四隅だよ。うん、だから3、8の卓で行こう。3、8の卓でね。今日は3、8のどちらかに投票しましょう。今日は、1番さんの遺言、8がおかしいって言ったね。うん。じゃあ1番さんの遺言をもとに今日8番さん行きましょう。3番のプレイヤーは発言してください。あの、8でいいよ。すり寄ってんだったらもういいんじゃない？あの2番大丈夫ですか、あの3番の人は旧教授の理由まで言いましたよ、1か4か分かんないから、え何俺がどうだったら9番なんてもう白で置くわ、発言がもう教授になってんだろ、もう釣り切り飲んでんだから、4か5か6か8か俺分かんねえからそこ行った方がいいだろうっていう、旧教授なんだから芯切れんだからもう、うん、ただそれだけ、俺は6村かもしんないけど分かんないから、うん、ってこと、標的には5番が怪しくなるけど、でも、あ、別にいいですよ、僕は。4進確定したんでしょ、この盤面。いいですよ。あの、グレー行きましょうよ。その後9行って戦いますよ。標的には6、8って言ってるけど、4が死んだと盲信するから、まあ、1、8、はい、これ6か8だと思うよ、多分1に行ってる方が。うん。4番のプレイヤーは発言してください。マジで3、8行くのマジで心苦しいんよな。
マジで心苦しいからたださ、2番さんがかなり助けてくれたから尊重はしたいけど、俺の視点で8番の人狼要素なんてないし、3番さんの9番の狂人要素とか、ちなみに4の人は一緒に勝ってる、まあ、さっきと同じ、まあ、だから4の新世界があった、だから一旦9から行きたかった俺は、2の9後ろがマジで頭いてる、自身点でめちゃくちゃ心苦しいね。4番裏だったのか、まあ、正味 俺の取りたい進行は9番の確定の陣が移ってグレーの議論を煮詰めたい。そんなわざわざ村人かもしらん人を、なんか村人の数を減らしたくないっていうのが俺の第一印象やから、一番の遺言は何考えてるんだろうって、6連れねえんだからこいつ6なんじゃねえこれよ、めちゃくちゃ心こいつ6連れねえんだから6じゃねえこれ、普通死んだったら6番の色見れんじゃねえの。8番1番の人狼同士が4番に8番の人狼で4番にすり寄る必要なくね、なくねって思っちゃうから、わからんで、わからんで、ね。いや、8番だと追えなくなるし、6番と8番の方がなんか理由がある。コスパは悪いよ、ね。量的には5なんだけど。6番とかのセンスはもっと煮詰めていきたいかな。だってライン切りで逃げ切れるから。1番が6いかないことも変だし、8番。7番さんどう思う ?2 番の、ごめんね、7番さんも申し訳ない、殴って。ただなんか、なんでそんな5番トラコの際ついたって思ったから。逆に5番が4番ぶったらいいんじゃねえよ、おい。100歩譲ってのみ。5番が4番ぶったらいいだろ、投票があれの方が。それでも正直疑いは晴れんかった。だから、狩人、7番狩人めちゃくちゃでかかったけど。だからもう、9番とかでなんとか落とせばいい。9番で新切りできるから別に6でも5でも6でも8でもよかったんだよ。のプレイヤーは発言してください。8番狼が7番、2番にすり寄ってるでしかないと思ってますけど。3番の取った進行が正しいと思っているので、3、8だったら8に行きます。まあ、だって2番が1番、4番占うって言ってる以上さ、グレー詰めでしょ。だからもう6、8が間違ってるよ。6番に関しては、1番に行くしかないだろうけど、1番っていうか、霊能に行くしかないだろうけど。俺は1が真かもしんねえから、それを釣りをしてる6じゃねえかというただ推測のもとだから。これ6と8なんじゃない、進行上おかしいぞ、1が6いかないとか。いや、7番さんに言っとくけどさ、俺は何5番が何、どこで4番ぶったらくのこれ。色が見えても4番いきますっていうの。ラインも切らないの、そのまんま ?6 番。本当にそのまんまって1号なんだけど。発言してください。今のなんか5番村っぽいけど、俺でも5番かなと思ってるけどね。シンプルなのは5番だよ。村っぽくて3番はあの村だよ。3番が6番に色当てさせて、6番白結果の時に3番が相方が1、4だった時ってもう戦えないんだよ。だから3番は村かなと思って、あとちゃんと2番に指摘できてたからね。なんで1を占うんだっていうね。だからここで4番を占ったことで4番のシーン確定したから、まあ強いね。どうすんだよ、8行くこれもう。別に俺なんでこんなに盲信すんの、8番が。なんでこんなに盲信すんの。5かなって思っちゃうかな。なんで6番1のライン切りより8-1のライン切りが濃いのかなってよく分かんなかったから。まあ、6、8って2周目の発言もあるからね。はい、7番のプレイヤーは発言してください。頭痛えわ。なんだよ、この1番ってまずよ。難しいけども。正直なこと、まあ、強い言葉になっちゃうんですけど、あの5番さん、6番さんが人間だったときに、あの占い出さないの、2周目ね。2周目5番、6番の位置で占いを2番だっていうところをもう発言しないところの時点で5番、6番制裁したい。うん、制裁釣りかけたい。8番に関しては、俺の発言聞いてないところでも制裁釣り。全部乱卓に上がっちゃったんだよね。一応占うんだからグレー行くしかねえんだから俺万が一の一死んだのかなと思ってたわ。顔面もあるし。生存意欲だけは高いんだけど、白くなれないくせにさ、白くなれないんだったらせめて占い師を出そうよ。頭痛えよな、これわかんねえ。だからグレー行けよ、まずよ。2番さんがね、おっしゃってますから。霊能なんか釣り切りゃいいだけで、何やってんだよって話だよ、もう。推測すればいいだろう、9番の狂人だけは分かったんだから、もう。そんなの通らないから。ねえだろ、9番の神だから、唯一分かるだろ。なんで野球後ろが本当頭痛えんだよな。4後ろだったら別に4の神を終えるから、まあ終わったっていうゲームだけど、9番狂人だから。9番陣外だから、もう9から釣り入れるけど。考えても2番占いなんか、こんな透けてるじゃんだって。まあ、3番狼だった時はうまいなと思うよ。うん、
1番が行くだろう、6番。わざわざ3番で行けない。行けない理由があるの。3番、1番のつながりがあったときに、わざわざ6番に票を向けようとする1番の票が6に向いてないところで1番、3番を取ろうとしたでしょ。俺、6、4かもと思って6番から釣っただけの何にも考えてないです。これ何にも考えてないです。時間がすごい省かれるよな。だって8と5の方が特徴ありすぎるから、6の方を釣った方がよくねえと思って。8釣る。8番。ただ8番知らないよ。本当に広村かもしれないけど。はい。お願いします。じゃあ1がローだと思って8してどこなのよ。ならまさ。聞く気になりませんでしたが正しいかな。ごちゃごちゃ言われても、俺は明確に分かりやすく言ってもらえないと聞く気になれないんで、ただ別にあなたを釣る、ね、要素はなかったんで、まあ、省いてもいいかなと。1番って何つったの？真の霊能を見抜けなかった方々に俺を釣る権利はないと思いますけどね。初週の一発目で俺は4真だと言いましたよね。はい。俺盲信したんで4占いは非常に残念。残念です、2番さん。1黒だったらグレー行けばよくねえか、8の中で。なんで行かないの、この人。俺分かってたんで。なんでそう柔軟な対応取れないの？占いも。6でも行ってもらって、3か5占ってもらったら終わったゲームじゃね？はっきり言って。もう、はい。どうぞ、釣ってください。あ、じゃあ、走らしますね。釣ってください。ね。話を聞かなかったんじゃないです。まあ、聞く、こっち側にも問題はありました、あったかもしれないですけど、聞く気になるような内容じゃありませんでした。見た感じは5番だけど。もう一回言いますね。4の芯を見抜けなかった奴らに俺を釣る権利はないと思ってます。9番。じゃあ1ローだったらさ、グレースって占ってもらったらよくねえか。もうお願いします。いや、これ2番さん、リア強いるよっていう展開で頑張ってやろうかなと思ったけど、ちょっとやめたと思ったんで、ちょっと自分も、もう強人なんで村に参加しようと思って、村視点でちょっと考察しようかなと思ってて、個人的な意見言わせてもらうと、3番5番ローだったら終わると思ってます。8番さん人間だと思うし、7番さんがこれ5、6は7しなさないからわーって言ってるけど、それ7番さんが狩人だから守り位置が欲しい7番と村の視点は多分違うと思うかなと思ってて、で8視点石黒なんでしょ。3、5、6、6でもよくね。その後3、5、生産の方がよくね。もう知らねえよ、もう柱ばっかりするやつらってもう。で、1番、4番、必ず狼いるじゃん。2分の1で狼じゃん。乗られてできるじゃん。の上で、6番突っ込む姿がすげえね。ああ、欲しいんかなとかね。5番さん、さりげなく便乗してるところも、すげえご主人かなと思ってね。だからさ、こんな占いしてんじゃねえよ、まずよ。勝てるわけねえだろ、まずよ。占い師がまず、発言する時間も奪うし、2番なんつったかもうわかんねえし、もう。って感じですかね。6、8だったらライン切り。5番だったらそのまんま。いいや、もう占い師が悪すぎるよな。強人なんで、今日は、どこ入れようかな。入れません。怖い。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。柱釣ろう。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは発言してください。あ、言うことないですね。ここで8釣り意味が俺分かんなかったんで、ね、意味がわかりません。あ、地盤って何にも考えてないの。4番芯と思ってたら1がローだから3、5、6のところのローと思うところすればいいじゃん。グレー行きゃいいじゃん。なんか問題あんの？1、4占われたら大変なことになるんだから。もう夜が来ました。目を閉じてください。わけわかんねえ占いされるよな。もう
ベタなのって5番なんだけど。本気でベタなの5番なんだけど。普通なのって5番なんだけど、ベタなのって5番なんだけど。だからこんな占いさせることが間違ってると思うよ、もう。本気で間違ってるよな、もう。朝が来ました。昨夜死んだのは2番。3番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ占い師が悪いと思うよ。まあ9番行ってからだけど、5番だとそのまんまってやつ、6番だとライン切りってやつ。だから難しいなぁと思ってるけど、グレー占うべきですよ。霊能は発言精査で落として9の偽だけは切れるんですよ。運が悪いことに9白だけど、あと1、4のグレーの色味ですればいいだろう。だと6でも3、5でも8でもどこでもよかったよ、もう。とりあえず6ず行ってみて、その後白か黒か見て、で、5か8占えばよかったで、その視点、そうしたら俺の中では勝てるっつってんの、別に。そこから色が見えるじゃん。5か8の方が、どこをするかってはっきりしてたんだから。6もまあ1だけどね。いや、ほんとちゃんとやってほしかった、占い師が。4番のプレイヤーは発言してください。いや、8番さんは本当に優秀な村人でしたよ。頑張って勝つね、8番さん。ありがとう、本当に俺のこと信じてくれて。現状はね、6番さんが人狼かなと思っていて、5番さんからちょっと人間味を感じちゃった。おそらく6番の人狼だと思ってるんですけど、まあ、6番さんも5番からの評価、要素を取ってて、で、8番が結果人間じゃないですか。で、3番のことを疑う要素が全く1ミリもないので、まあ、6番さんが人狼かなと思ってるんですが、7番さんちょっとどう思いますか。本当はやりたかった進行は9番の人外を釣って、議論を煮詰めたかった。だって少なくとも8番は人間だったじゃないですか。じゃあ8番の人間の推理も一つ材料になって、ひょっとしたら8番は今日白くなれたかもわからんから。今日8番が白くなれたかもわからんからね。その時にじゃあ8番を釣らんでいいかっていう思考も取れた。足がしないでほしいよ。5番だったらそのまんま、なんで1番が6いけねえんだろうなと思って、心霊で釣り寄されたら6でよくね。教えてほしいかな。どこでもいいのだって、6番から釣り押されて6番でよくね、1視点と思うけど。5番だったら何？6番1番の目打ち切りはまああんまり関係ないかなと。基本的に2番を1番を釣りたい思考を初週から落としていたので、1番に恥じる可能性があって、で、まあ、1番人狼と、2番が4番のことを占う推理を出しているので、まあ、1番黒結果、俺の進学した時の、まあ、ライン切り表は強いかなと思ってるので、現状6番さんなんですが、まあ、6番さんもね、めちゃくちゃ怪しいかって言われたら、怪しくそこまで絶対人狼だとは断定できないんで、人間やったらごめんね。そんなバイアスはかけん、6はごめん。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、僕は多分9番さんを聞いたところで、発言を聞きますけど、6にしか行かないと思いますよ。塞いでた。まあ、9番を釣ったところで6にしか行かないと思います、6番さん。だってさ、意味不明だもん。昨日さ、5番さんの発言聞いたら5番さん村っぽいと思ったって言っといて、5番、8番だったら5番に行くって、マジで意味不明だと思ったんだけど。無理だよ。3番さん釣る理由ないもん。まあ、8番さんがなんで41審議ついたか分かりませんけど、分かりませんでした。すいませんでした。6番のプレイヤーは
発言してください。だから5番を村っぽく見たら3番の評価ね。でも5番っていうのは6、1、だから1番が黒なんだね。でっていうのは2番が4を占ったから1番の黒は確定したっていう盤面で、6、8の際もかけずに8番から生きてんだっていう5番の主張は狼っぽいよねっていうことね。だから俺が1、じゃあ7番に言うけど、呆れてんだよこっちは出てねえから。で俺は出ろって言ったし、だから俺は最悪1番があるんじゃねえかと思ったのね、占い師っていうのは三四を盤面下で、なんで1番がのこのこ出てくるの、新占いで、新霊能でね。だって新霊能だって4級つらしときゃいいじゃん、それ4級逃がさないためにある。1番が狼で4級の狂人に出ろ出ろってスライドしろって言ってるようにしか聞こえなかったのね、俺は。それの位置ずりね、まず1番が黒だね。で81っていうライン切りもワンチャンあったけど、だから8番の発言で自分から言ってくださいって俺と同じようなことやってたけど、やっぱ5番しかいないんだよね。で3番がなんで村かっていうと、3番がじゃあ例えばじゃあ3番自体がね、霊能行った時にじゃあ6番に色を当てろっていう3番からの発言があって、俺は村って分かってるから、その時の3番のラスールなんだ、ラスールっていうのは見えないんだよ。で9番は本当にちゃんと心霊能をやってるのね、これ。だから9番、今日9番は多分俺に入れるだろうな。俺5で終わると思うよ。もう9番も気づいてると思うよ。さすがに5だろって。7番にそれだけ言っとくね。呆れてんだよ、こっちは。7番のプレイヤーは発言してください。うん、相方がさ、初日に出てさ、霊能出て、初日に釣られて、ね、うん、どっちがどっちだかさっぱりわかんねえわ。うん、おばあさんに関しては2週目の考察聞いて、まあ2週目の考察を俺7番が2週目上げた通りなんだけど、上げた以上に5番さん視点で3番の人間がどこで消えたのかなって発言が引っかかってんだよな、めちゃくちゃ。そこピックアップできればね、6番さんがそこの視点を5番に対してピックアップできれば6番さん良かったかなと思ってるんですけど、はい、6過ぎますわ、もう。占いがね、ちょっとね、言い方悪いけど、4なんか占わなくていいんだよ。1で黒を引いて引く、1番で狼を引いているっていう推理上で、グレー占っていかないといけないのに、何やってんだろうな、本当に。9番のプレイヤーは発言してください。本当、3番さんも7番さんも、下になった2番さんになった瞬間、言いたい放題やな。そうだね。心霊能の4番さんは6番に選んでるんだと思って、まあ、6番さんが言うよね、俺もね、多分、筆頭の人狼は5番だと思うんだけど、時点3番で、やっぱね、俺、狂人だからさ、普通に話聞いて考察をするんよ。で、どっちかというと、ちゃんと指摘はするタイプの人外なんで、自分は。3番が、めちゃくちゃ人間っぽいって思ってるの。だって、9番偽の理由がさ、4番を狂人で追わなかったっていう暴論やんか。で、5番さん、3なんか釣れないよ。6番、次の日になったって6番行くよ。そんなに釣れないほど3番って白かったかなと思ってさ。だから、で、1周目さ、振り返って4番からスタートしたじゃん。で、5番、6番、7番、8番って聞いたときにね、6、7、8は普通に印象良かったよ。めちゃめちゃ人間だろうなと思って。5番だけその4番の突っかかりが、俺が騎士だったらどうするんですかって。それに対して6番がさ、5番に、いや、お前その圧掛け何の意味があんのって、めちゃめちゃクリティカルだったから、6番人間だろうな。で、7番が6番いいね。ああ、ここも人間だろうな。8番も、まあ、4番が人狼だったら来ない。これは考察に利用させてもらった8番さんなんだけど。って感じ？投票を始めてください。いや、俺、村らし嫌いだからもう6行くわ。うん。ありえん。オラじゃない。6村らだったらもうしょうがないけど、知らない。もうわかんない。占わないからわからないし、釣らなきゃダメなのに。1、4占うんだったら、ますます6でも5でも8でも良かったのに、行かねえからもう行くわ。もう負けたらいい。6番のプレイヤーが選ばれました。5じゃねえか、普通に。普通に5じゃねえかよ。普通に5番だった。だから占えっつったのに。
のプレイヤーは普通にだから6、8が悪いんだよ。もう6、8がマジで悪い、このゲーム。4進で追ってる場合、1を占うつってんだからグレー言ってくれないと、だから6を落とせって色を見て、どうなってから、だから落とせってのただのシンプルな1号だったっていうだけのゲームで、もう占わねえから、もう嵐の占い師がいたから無理よ。わかんねえんだってこっちして。だから6でも8でもダメだよな、村が臨機応変にやらないって。どこでも良いのに、なんで4番が6釣れねえんだろうよ。色見たらいいだろう別によ。ダメだよな、1番を占1番釣った後に4占いするんだから。だから 5、6、8でいいから、色味すりゃいいだけで発言せたら落とせるっつってんのによ。じゃあ3番が、じゃあ4番でも9番でもいったとしようよ。で6白見えた時に3番ってだからどう戦うのっつってんの。いや6番の3番の多分白要素は村あったけど、もう俺2番嫌いだからもう6いった、めんどくせえから。9番が一番村なの。だからこれ9番がじゃあ例の出なかったって言った盤面か、多分9番は俺は最白で置いてるから。正直4が死んでありがたいんだよ、めちゃめちゃね。だから俺は俺からでもいいよっつったの。3番にも疑われてるし、7番わけわかんねえし、5、6、まあいいや、俺別にもうダメだよな、臨機応変にゲームできない人って。夜が来ました。ダメだよな、占い師が14って言ってんだからグレー行けよ、まずよ。占い師がグレー占わねえんだよ。なんで6と8って強引にやるんだろうね、ゲームを。釣られろ、自投票しろよ、まず。いらねえんだよ、まずよ。占い師が占うところが霊能になってんの。グレー釣るって色見た人もらって精査するしかねえの、霊能の色見ながら。占い師が嵐やってんだから無理に決まってんだろうよ。だから霊能の色なんて見なくていいんだよ、推測するところなのに。だから8番とかも悪いし、4シーンと思ってたら4に5、6、3の色見させりゃいいだけだろうよ。なんで投票的にやってくれねえんだろうね。いやもう俺2番のためにもう勝たせたくねえから6いった、もう知らん。5番だったらもう知らん。朝が来ました。昨夜死んだのは7番。9番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。6番さんはめちゃめちゃ最初だったんで、俺スムラだったら100人間を大きしてたんで、ここに関しては、8番さんはちょっと怖かった部分が、ぶっちゃけ1日目の2週目のポンコツ具合がちょっと不安だったんで、今日は入れきらんかったんですけど、6番さんに関しては絶対人間だと思ったんで、安心して6番に入れさせていただきました。3番と5番で、5番だとは思うけど、3番はね、ちょっと癖が強いんで、村の時と狼の時で分からない。まあ、6番さんに言うと、こいつどうやって、それ多分逆光させて、多分そう見えてる人の方が多分本来は白いから、3番がこういう行動しましたら、いや、3番絶対村じゃんって評価できる方が多分白いと思うから、6番の人間ってめちゃめちゃ拾いやすかったと思うんですけどね、村的に。3番5番さん教えてくれないみたいなんで、とりあえず4番に入れますね。はい。3番のプレイヤーは発言してください。いや余裕でしたね、ちょろい村でしたね。14占う無能占い師がいるんですから。今日5番に行ってね。9番ね、まあ危なかった危なかった。今日5番ね、5番 CEO してないから5釣り確定ね。4番も諦めて5番行ってね。9番もね、5番ね、小村確定ね。疲れましたね。はい。今日5番ね。9番も5番。で、終わりましょう。綺麗に終わりましょう。まあ、本当にひどかったですね。1番、4番の芯を盲信してるならグレー釣りなんすよ。8も6も、グレーに行けよ。占いが、
霊の占うっていうことをやってるんだから。だから君たち伸びないんですよ。ね？本当に奇跡だと思ってます、この村。まあ余裕でした。はい、5番の村つって勝ちましょう。8、6、5。弱すぎです。これが狼のプレイです。まあ9番、今日は5番行って終わりましょう。綺麗にね。はい。4番のプレイヤーは発言してください。もう俺驚くもんね。もう、で、占いがマジで。わかんなくなるだろ、グレーが。だから、グレーに色つけろっつっても、嵐がいるから、もうダメだもん、もうこの、前代未聞だもん、この盤面で。で、だから潜伏するやつは使い物になんないでしょ、もう。真面目に精査してたらもう、5番眠ってんじゃねえよ、負けだろよ。発言してください。まあその3番さんの諦めない姿勢は素晴らしいなと思いますけど、残念でしたね。4番さんが寝ているみたいで、まあ、まあ普通に4番つって終わりますか。9番さん悩むかもしれないんで、4釣りで。まあ8番さんが、まあ、4番の芯に気づけないやつが8番投票する権利ないって言ってますけど、まあ、僕は4番芯を分かって4番を釣りをしてるので、僕は8番さんに投票する権利があったということで、はい、じゃあ4番投票で。本当にマジでひどい。俺が村の時マジで勝てない。投票を始めてください。もう俺が村んときもう無理よ。変なやつばっかり。普通にゲームやれないやつばっかり。昨日も霊能で占いシーンミスりまくるっていう。もう前代未聞だよ。4番のプレイヤーが選ばれました。4番のプレイヤーは発言してください。夜が来ました。目を閉じてください。普通に1号だったっていう。普通だったっていう。もう俺もう疲れだわ。占い師が霊占うという言葉があって、なんで6番つってくれねえの？そうして、その気持ちがあれば、で、四神信仰で言ったらいいだけじゃねえの？違うの？俺はまあ一番が死んだのかと思い込んでたけど、まあいいんじゃない、もうひどいと思うよ。普通にゲーム、俺がね、人外の時の方がまともなの。ほんと俺が狂人とか人狼の方の役持ちの方がマジでまとも。変なやついないもん、潜伏とか。俺が狂人の時の方とか人狼の方がゲームでいいんだぜ。変なやついないんだもん。俺が村の時変なのばっかり。精査できねえ霊能とか、ちゃんと、昨日は精査できない霊能がもう連発。シングルない釣りまくるっていう。2試合続ける釣りまくるっていう。
昨夜どっちも負けたけど。3番ゲーム終了。人狼の勝ちです。